今映っているのはアップルバナナと命名されているバナナなんですが、今日見てみましたら、ここにですね、花がついていますね。ちょっとクワでですね、上の葉っぱちょっと押さえつけて見える、先端が見えるようにしたいと思うんですが、ちょっと映りにくいでしょうかね。ここに頬を草冠に包むというものですが、頬で覆われていたこのバナナの花が、これもクワでちょっとよく、バナナの花が咲いています。これがいずれ下向きになってきます。この花のことをバナナハートとも言っているみたいですけれども、これが下向きになっていずれバナナハートの根元の方、これが上になって、そこにですね、実がつき始めるわけなんですね。このアップルバナナは前にここにある子株を掘り上げた時にですね、翌日強風が吹いてすっかり倒れてしまったことがあったんですね。でそれをまあ立て起こして、それでまあ支柱をするとかあまり好みませんので、周りにですね、こういうふうに不織布ポットに土を入れて、まあ土の代わりにですね、ぐるりと置いたんですね。そうして支えておいて、まあその後成長を続けて、やっと花が咲いたわけなんですね。この葉っぱを切ればですねいいんですが、まあできればこのままにしておいてやりたいと思うんですけれども、でこの周りの植物ポットの土のうにはですね、まあもったいないのでパパイヤの苗とか挿してるんですね。ここに新たな子株ですね、アップルバナナの子株が出ていますし、これ葉っぱ映っていると思いますが、ここにさらに小さい子株ですね、もう出てきていますね。これでこちらが最初に掘り上げた、ちょっと大きくなってきています子株で、これが2本目で、こちらのが3本目ということになりますね。まあ普通はここで栽培しているバナナは子株を5、6本は出すんですけれどもね、このアップルバナナはまだ3本目が出ているところですね。まあこれからも撮影を続けて、葉っぱで隠れている方がもっと見えるようになったらですね、新たに写真とか動画を撮影してみようと思います。